吃什么就要带你去试吃这位拉面王新开张的日式铁板牛肉堡餐馆，一起走吧！咦，日本拉面王 Kisuke Takeda 的新店卖的竟然不是拉面，新开张的 Teppanyaki Hamburg Nihonbashi Kisuke Bete 卖的是日式铁板牛肉堡。餐馆的开放式厨房让食客可以亲眼目睹牛肉堡的制作过程，餐馆还有免费的自助式沙拉台，有多达20种小菜，6种酱料任你选择。最特别的是，餐馆竟然还有个蛋台 egg station， 让你尽情的享受你爱吃的鸡蛋，如水煮蛋、炒蛋、太阳蛋和日式玉子烧。餐馆只有2种套餐：原味牛肉堡套餐和3重芝士牛肉堡套餐。每份套餐都会附送1个酱料，一共有4种酱料让你选择。一刀切下去，融化的芝士跟着肉汁一起流出，散发出浓浓的芝士香味。现在一起来听听这位日本拉面王为什么要开设 Teppanyaki Hamburg Nihonbashi Kisuke Bete 吧。对，你没听错，店家的名字就是那么长。鉄板焼きで焼くハンバーグなんですけど、うちは、ね、ハンバーグってフライパンで焼いてみたり、あと炭火で焼いてみたり、いろんな作り方があるので、まずは鉄板で焼いてるハンバーグですよっていう説明と、あとは日本橋っていうのは日本の一番最初、どの道のも日本橋から始まってるんですけども、そこで、以前このハンバーグ屋をやろうと思っていて、できなかったんですね。余計が取れなくて、でなので、まあ、いずれはやるだろうということから最後は別邸という形にしました。はい、まあ、もちろんラーメンはこれからもやっていこうと思うんですけど、ハンバーグに限らずこの前も餃子をやったりとか天丼の専門店をやったり、でも今回はハンバーグなんですけど、日本の、いわゆる何ですか、国民食ハンバーグなんかものすごく日本ではポピュラーなんですけど、シンガポールにはまだまだ進化してないので、そういったものはやっぱり、皆さんに紹介したいと思ってハンバーグで、次を考えているのはまだたくさんあるんですけども、まだ内緒にしております。